らっしゃいませ。じゃあいつものください。はい。まだみんな来てないですか？そうですね。まだ今日は皆さんお越しになってないですけど。あちょっと、ゆかいリゾート行っちゃったわ。お、行ってきはったんですか？どこに？和歌山。お、和歌山ですか？白浜に行っちゃった。あ、白浜とかやったらもう今だいぶ暖かいでしょうね。まあ結構寒かったけどね。そうですか？そんなにこっちとそこまで気温変わらない感じですか？あー、そうかな。結構寒かったよ。あ、でもね、足元が至るところにあって助かったね。はい、あ、なるほど。僕昔3月今時期ぐらいに白浜行った時にもう桜が咲いてた時があって。早い。まあ、まあ、あの時は特別暖かい年やったかもわかんないですけどね。そうやな。だから、値段の割にあそこはいい、はい、あそこはいいという話をこの前してたじゃないですか。はいはいはい、はい。それを今日、後で来るメンバーと喋ろうかなと。ああ、いいですね。思ったより食事は美味しかったです。おー、まあやっぱ白浜やから海鮮メインです、ね。海鮮美味しかったん。あのね、はい、お寿司とかもね、いっぱい並んでてね、はい、食べてええよ言われてるんだけど、美味しかったっすね。いいですね。でもなんかね、泊まるところはね、俺のところが悪かったんかもしれないけど、なんか別館みたいなところで、ね、だったんですよ。だからなんか一回ちょっと外出て、ああ、なるほど、なるほど。浴衣着てから外出て、なんか戻らなあかんみたいなのがちょっと寒かったな。ちょっとそうですね。こういうテンションがあるかな、みたいな感じかな。うわ、でもいいですね。僕もちょっと旅行行きたいなぁ。まあね。あら、いらっしゃいませ。フェニックス、あ、ごめんなさい。え、どうした？でもね、でもあの、いつも、あ、いや、いつもの、どうしようかな。いや、あの、はい、今日はあの、お部屋で、かしこまりました。あれどうしたんですか？いや、もうね、終わらんね。確定申告。あ、そっちですか。女性の悩みかと思ってドキドキしました。あ、もう、何が？いやー。いやー、もう、昨日のね、やる予定がね、食い込んじゃってね、昨日も飲みに行ったんがあかんかったね。日曜日に飲みに行きますか？そう。ちょっとね、打ち上がっちゃってね、もう。打ち上がっちゃったんや。打ち上がっちゃった。打ち上がるってことは何かあったんですか？まぁ、あ、ちょっとね、みんなでワイワイと飲んで、あ、どうもどうも、どうも、ね、お疲れ、お疲れ。いや、僕も今日は、会社の仕事をちょっとサボって、確定申告やってましたね。あれ？あ、あんたも出す？出す、出す、出す。あれ？三角田さん？あれじゃなかった？会社員ですよね。磨くだ会社員なんだけど、はい、ほら、闇の磨く仕事がある。なるほど、会社を通せない、ちょっと、ちょっと、表立っては磨けない。表立って磨けないのを磨いたりしちゃう。裏の仕事でも磨くか。そうそうそう。でも裏の仕事でも確定申告がするんですね。で、まあ、それは一応取られてるから。なるほど。そうそうそう。磨いてるね。一応、源泉取り返すためにも。あーね。あー、そうだね。いやー。なるほど。表立って磨けない。どうも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 。どうした？ちょっとじゃあ、水？それが何か？どうした？終わらんのよ、確定申告が。確定申告。もう、やだやだ、もう。僕も水、僕も水で。僕も水ください。かしこまりました。僕も水ください。え？水なの？水で。なんで？なんで？確定申告？確定申告僕せんでええやんか。働いてへんやから。なんだ忘れた。忘れた、忘れた、忘れた。確定申告したいわ。どっちか言うたら。え、わかって。もうぼちぼち。やばいよ。残金やばいよ。やばいよ。やばいから、明日面接やね、バイトの。とりあえず残金聞きましょうか。残金はどれぐらいを残りで ?13 万。あー、減ったな。もういよいよやな。いよいよ。もうあと家賃やな。しやな。あと1ヶ月よ。あと1ヶ月。だからもうこれ働かへんかったら、給料までに1ヶ月かかるやんか。もう待ったなしや。そうや、1ヶ月0円で1問題して暮らさなあかんから。うわ、キャッチーやね、1ヶ月0円。そうよ、どうも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 。あ、どうも。こんなとこ来てる場合ちゃうの俺ほんま。今日水やから俺もうお金払えへんよ。もう今日は確定申告俺終わらしたから、もうぜひともみんなと打ち上がりたかったのに。打ち上がりの打ち上がるよね。
や。お水で打ち上がる感じですよ。そうよ。テンションは上げていくよ。俺も気使うやん、そんなの。なんか、うわ、なんかこの子は水飲んでんのに喜んでくれてんねや、とか思ったりしたら、でもなんか心の奥底で何考えてるか分かれへんな、と思ったりするやんか、俺かって。いいな。いいね、これ。いいね、これ。大人の飲み物いいね。まあな。もう、そうか。おはようございまーす。え、な、確定申告、そうなったら変なの？まあ、なんか、まあ、もう慣れないですね。趣味がめんどくさい。技術職なんで僕はもう、ずっと磨いとけばいいって言われてる人間なんで。だろう、なるほど。そうそう。そういうね、数字打ち込んだりとかあんまやらないもんね。もうやらないですよ。わからん、わからんわ。いや、あれでも僕も昔やったことありますけど、ちょっと、用語も難しいし、そう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 、言葉も。あれ、どうにかせないかね。ねえ、どれをどこに入れていいかよう分からんことないですか。そうそうそう、分からんよ。給与だったり、賞与だったりがもう、なんか。そうや、報酬やったり、ね。報酬やったり。何や、よう分かりませんよ。どうちゃいまんねんって。うん、そうそうそう。いやー、だってうち、本屋で買ったもん。なんか、バカでも分かる確定申告。え、ほんまに？漫画がついてるような。マジでそんなん。あんねん。あ、そう。いやー。あ、ゲーム教育からさ。うん。うわー並んではるやん。うん。あの人らも、向こう行って教えてもらいながらやるから、うん。時間がもう一人めっちゃかかるわけよ。うん、うん。だからすごい並んではるんでしょ、うん、うん。みんな書いて持って行って提出するだけだポンポンと半分。ほうだから、もうすぐ終わんねんけど、うん、みんなそこでやるから。うん。あ、そっか。あっこでやりはるから。そうやねん。もう俺ポスト投入型ですよ。あ、送る！送る派ですよ。送るの初めて聞いたね。ほんまや、初めて聞いた。あ、そう？うん。うちも持っていくよ。書類に不備がなければね。そうやん、それちょっとなんか、怖いよ。怖いよね。いや、まあ、不備あっても不備あるで、言われるだけやんか、言うたら。うん、あ、こうやね。うん、あこから言うてきはる。うん。お、言われたことあるわ。あるやん。不備あるって。うん。怖っ。なんて。何やったかな？領収書持ってこいって。うん、ちゃうちゃう。ああ、これは、言うて。うん、ちゃう。ここと、ここは、ここに書くんじゃないんですよ、とか。あ、うん、あ、そういうのは、後で言われましたね、うん。電話かかってくんだよ。そんなんけどさ、こんなん、ここに書くもんじゃないんですよって言うんやったら直してくれたんやろな。向こうが。だいたい分かりよりやろ、そんなもんな。ね、修正の、反抗さなあかんがな、修正員よ。あ、じゃあもう行って修正するわ。そうやん。ええー。電話かかってきたらもういいって修正する。うわ、めんどくさいね。福山くんって呼び出される。いや、そんな、向こうも一応なんか確定申告する人に対してはあんまり偉そうなこと言わないよね。やっぱお金ほら、こう払う方やから。向こうもさ、偉そうに払えって言うわけにいかへんからさ。だから、あ、これはこうなんですよ、みたいな。でも、還付金やと分かった途端、ないみたいな。まあ、ないしあると思うよ、向こうもね、そら。まあね。いや、この時期はね。本当に。本当に。いや。いやよね。うん、なんかもう一回一人一人面接してほしいもん。どういうこと？どうやった？今年は、言うて。いや、もうわかりませんでしたわ。ほんまかいな、言うて。どんな感じやね、言うて。ざっくりした感じ。ざっくりした感じ。ざっくりした感じ。これとこれやりましたわ、言うて。どうどうって言われて、いやーもう、なりませんわ、言うたら、もう、しゃあないなぁ、言うて、そんなんでいけるよ。そんなんいいね。そんなんいいね。ざっくりと聞いてもらう。そうそうそう数字で。数字やで、ね。数字やで、ね。そんなん雑でし放題じゃないですか、それ。誰が払うの、税金、そんなん。だからたまにちょっと。誰も払わないですよ、ね、そんな。儲かりましたわ、言う時もあるんで、だから、俺らも。それに慣れてきたら。あ、羽振りがいい時は、ね。羽振りがいい時は。あ、ちょっと払ってみなさい。払ってみなさい、もう。やからばっかり、払ってますさ、みたいな。ポンと、ポンと払ったらええやろ、みたいな。そうやけど、そんなの正規のは払わへんやん。まあ言うてもちょっと下見に払うわけでしょ。いや、僕は儲かったら払いますよ。僕は儲かった。計算はどうすんの、計算は。僕的に、もうこれは儲かったなと思うと、うん、それは、そういう優しいおっさんたちが、いちいち聞いてくれるんやったら、うん、僕はもう払います。払うの。ほな、もう今年は、もう、今年は払いますわから、始め。もう顔見た瞬間に。今年は払いますわ。なんなん今年はって言う。毎年払え言うてはんねん。毎年ね、毎年無理やってね。毎年無理や。ちょっともう全然なんなりませんわ、言うてたんが、もう、ちょっと羽振り良くなったもん。もう、今年は。最高一番。
今年は払いますわ。払いますわって言うた時にさ、向こうもさ、いやーもうようやってくれた。褒めたたえてくれたらね、気持ちよく払える。もうええ、もう気持ちだけでいい。なんで？あ、そんなに言うの嬉しいね。向こう結局もらえんじまいやね。最後までもらえへんっていう。もうそらちょっと厳しかったらさ、情にほだされてさ、うん、そんな大変やったんや。ほな、まあまあ、今年はええんちゃうかとか。うん、ちょっとあげようか、ね、みたいな。うん、なんやったらちょっと戻したろかとか、そういう臨機応変に、ね、人見て、あの数字でもう人を決めたらあかんもん。でかいかも、もうわからんもん。わからん言葉を使うな。うん。わからん。ほんまにわからへんよね。もろた金。うん。とか。そう、そうた金とかでええやん。うん、そうだね。言わした金とか、ね。言わした金ってどういうこと？医療費。そうや、言わした金。体言わした金とかな。そっちもわからんわ。それは医療費にして。それはそれややこしい。医療費の方がわかりやすい。そうそう。うん、なんかぼやっとしたやつ。あるやん、ぼやっとした。ぼやっとしたらあんのよ。あるのよ、これ。いいのかな、これ、みたいなね。これ、どっちかわからん、みたいな。あるある。使ったじゃ使ったけど、そうそうね。仕事関係ないっちゃ、仕事に関係ないかな、みたいな。ぼやっとしたもんってあるじゃないですか。どっちみたいな、俺。そういう枠があったら書きやすいよ。なんやろ、可愛らしい消しゴムとかさ。いやいや、領収書に可愛らしいはないから、いいよ。消しゴムだからいいよ。大丈夫。うん、でも、文房。でも、実際、もうほんと趣味で集めてるだけで、仕事で使ってない可能性がある。なるほど。あそこは。可愛らしい。可愛らしいんやからもう消さへんでしょ。消しゴム可愛らしい方も消さへんでしょ。ほんまやわ。じゃあ、あなた1年に何十個消しゴム買ってますみたいなのあるからね。パワーでしょ。バレたーでしょ。20万も消しゴムで何を使ってるんですかみたいな。ほんまや。そら感は。そうでしょ。ほんまや。これはきませんな。でもそんなんがあると、ちょっと親しみやすくなるね。なる？もう、時間なんぼあっておたりよ、向こう、税務署さん。いやいや、でもその、そういうぼやっとした金とかさ。自分なんか消しゴムいっぱい買ってるけど、どないな消しゴム買ったんや。ああ、そういうのも聞いてくれるってことです。ああ、ええな、これ。でも兄ちゃん、使ってんやろ、これ。いや、でも趣味でね、こう、集めたんで。あ、でもこれは、まあ、わかるけど、これは仕事やないな、っていう。でもまあ、ええやつや。って褒めてくれたら、こっちも、まあ、そうかと。まあ、そうかと。わかってくれるかと。なるほど、なるほど。気持ちが、そうそう。こう、理解してもらえる。スカッとするやん。そう、出た時に。おっちゃん仕事いつ終わんねや、言うて。飲みてる。そうそう。気合も出てくるね。出来上がってる。なるほど、なるほど。なるほど。消しゴム談義で。そうや、そうや。ほんで、さっきの消しゴムやけどなーって、こう。そうそう、最後飲みながら。あれ、なかなか、おっちゃんはええと思うねんで、みたいな。そうそうそう。でもな、まあまあ。立場上なぁ、あれが、よしとできひんがなぁ、とか。そうそう、そうな。いや、ええねえねえねえ。おちゃん、あれ、一目でスイス製って分かってくれたよ。もうそれだけで俺結構嬉しかった。消しゴムな。スイス製の消しゴム。ほんで、花柄。すごいマニアやな。マニアやったんや、たまたま、おちゃんが。なるほどね。まあ、それはいいよね。払おうかな、気になるよね。そんなんは嬉しい。ちょっと頑張れる、年一でも。でしょ？うん。なんか、おっちゃんがいてくれたら嬉しい。そうか。そのぐらい、こう、何よ、親身になってやってくれるね、人がいたら。ほんで、容姿もさ、その、な、ぼやっとした金とかさ、言わした金とか、いろいろ、こういうのがあって、ちょっとゆるキャラの絵とかあって、頑張れとか、そういうのも好き。それはでもなんかありそうじゃない？なんかね。なんか、婚姻届とかも、自治体によっては、ゆるキャラ？一応、ゆるキャラが書いてあったり、なんか花柄になったりとかしてるんだよね。え、そうなの？そうなのよ。聞いたことある。そうなの、そうなの。ピンクになってた。ピンクはピンクなのかな？なんか、とにかくそういう装飾があるところは、地方自治で勝手にやったはずみたいよ。逆は離婚届とかは？離婚届けは？そういうなんか出しにくいやつも。ドクロマーク。まあ、笑けるからいいかもね。ね。そういうのはね。うん、あ、プッてこう、ちょっと深刻で嫌やなっていう思いながら出しに行くけど、プッて笑っちゃうみたいな。嫁さんがペシンしてて、旦那さんがプワーっと飛んでる。映画になってるとかね。
うん、浮気現場に遭遇した。そうさ。みたいな。が、ちょこちょこ書かれてる。そうそうそう。それが、イライラするやろうな、書くとき。そんな楽しい。選んでもなんか、ほんまに浮気理由でなんか離婚する人ら、それにそんな絵書いてあったら余計腹立つでしょ。だから、まあ、まあ、その絵に丸つけるようにしとけ。あ、そうそうそう。離婚理由。あー、なるほどね。そう、それはいいよね。楽しい。そうだね、うん。どっちかなみたいな。お金と浮気と両方あるなみたいな。両方ある人かみたいな。複数選択かみたいな。そうそうそう。そういうね。ある。今、ロビンソンさんが。あ、ほう。常連さんのいつものね。ロビンソンさんも何、楽しく今日も飲んでるんですか？確定申告一人でできそうなやつ。あ、ロビンソンさんも、あ、ロビンソンさんも確定申告できそうないって。あら、大変ね。儲けていっちゃう、ロビンソンさん。いや、ガッポリ。ガッポリじゃないの、ちょっと。まあ、確定申告したいわ。なんて確定申告したい。確定申告みたいな。言う。いやー。仕事を見つけないかも。だからもうバイト、面接。だから今日水、明日バイト面接。何のバイトの面接行かほら。明日ティッシュ配り。ティッシュ配り。若いにゃん。分かってか。いいのや。そういう方が、あんま人と関わらない方がいいからさ。え、もう。髪の色自由やし。髪の色、これは全然 OK。オール OK。え、もう、そういう感じで行く。とりあえずね。とりあえず。とりあえずそれでこう、繋いでいって、うん、こう先延ばしにしていくっていう。あかん。自分がちゃんとした仕事を紹介してくれないからやんか。もうそう。いやもう、あの、崎山さんとかもええわ、怪しすぎるから。だからそこはもうやめとこう。もうほんまにそこは俺、もうほんま怖いなと思って。もうね、もううちは今確定申告で頭いっぱいやから。何？どんだけ悪いことしてんの？いやいやいや、もうノープランですよ。どうせ脱税やろ。こらこらっていうか、計上できへん金がもありすぎるって感じなんやろ、どうせ。基本だけ、けど脱税とかじゃなくて、基本人数を多く集めて脅すタイプの仕事。違う、もうちゃんと会社行ってるからでもなんかそこで発生するお金、あんまり表に出ないお金じゃないですか。そうやね、表出せへんお金やから。あんまり申告する必要もないよね、ちょっとね。うち？うん。その仕分けがあるんじゃない？でも、なんもなしやったら怪しすぎるから、あ、そうです、ね、これは計上できると。違う、これは出せません。これは表出していいから、これは出せないかね。グレーみたいな。会社だけじゃないから、ちょっとバイトしてるから。そっちやろ、やばい。もう、ほら、違う。バイトとかほんまやめてください。え、何？あの、あれやで、もうこの世知辛い世の中な、会社とバイトと掛け持ちしてる人、ようがおんねんね。OL さんとかでも。ほんま？そうやで。会社に怒られへんの？いや、だからバレちゃダメです。僕はそっちじゃないですか。なんでやってんの？何が何が？バイト。バイトというか、だから闇磨きをやってます。闇磨きやってんの？闇でも磨いてはってんで。闇磨いてます。で、お金持ってんの？だから確定申告やらなきゃいけない。闇で磨けてるから。その分は計上できるの？大丈夫、大丈夫。いや、仕事としては取ってるけど、会社的には闇。あ、そうか、そうか。会社にバイトやったら。会社を通さず。すごいよね。磨き倒してるよね。そうですね。ミラクル好きなんだね。そうですね。やっぱり。名前が磨くだやからね。たまたまですけどね。びっくりした。今日冴えてるわ、この人。たまたまやって。たまたまやって。なんだ、白筆で下ネタ連発？びっくりやわ。え？もう。たまたま。なんだ、どっちかにして。どっちかで俺喋るわ。どっちがいい？下ネタの方で行く？下ネタで。それともたまやから磨いてる方で行く？どっちで行く？下ネタで。下ネタで。これ何？カーターじゃな、これ。四川風麻婆です。でもほんまちょっとなんか肉味噌みたいな味しますね。濃厚。最初ああ、でしょうね。だからほら、この前さ、俺らはカルビをディスってんか。カルビは頑張ってないと。小池屋は頑張っとんだっていう。小池屋も出して美味しくなかったけど、でも小池屋は頑張っとる。攻めとる。攻めとる。カルビは攻めておらんのではないかっていう話したやんか。カルビを攻め出してますよ。麻婆。麻婆。カルビ？カルビ。
頑張ったんちゃうかさって言われたから。本家のポテチが、ほら。ほんまにカルビーかカルビーやな。ほんまや、カルビーや。へぇー。でもほんま3種やな、これは。へぇー。すごい、ね、美味しい。カルビーはもうさ、もう、なんていうのちょっと、あ、ちょっと、山椒がかったコンソメ。ああ、そういう感じ。うん。だから、あんま冒険してないよね。うん、ある、ある。ええー。もう、カルビはほら、もう薄塩とかコンソメあるから、もう横綱相撲ですから。そうや、ね。もう、そうや、ね。なんでもええよみたいな。もう、アジアの特徴的な味が楽しめる。ちょっと試してみたろか片足でやったろかみたいなさ、そういう。あ、でもこれ期間限定なんやね。うん。へぇー。そうですか。美味しい。美味しいですよ。山椒、山椒がね。そうですか。みんな大変やな。うん。そうは、ミオクさん。東京行きはったみたい。何ロビンソンさん、昨日東京行った。東京ロビンソンさん、今日東京行ったのなんでなんでなんかライブや舞台を。あら、いいですね、何どこ何何のライブ見たのロビンソンさん。すごい、ね、舞台今東京でやってる舞台。確定申告もやらずに。ええなぁ。余裕ですなぁ。うん、せやね、うん。福袋さんがだいぶこっちに寄ってきてるなと思って。ごめんごめん。さっきから入って入ってって怒られててんの。そんなこと言わない。誰にやな。誰にやな。そう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 。あの、ね、お出かけといえばなんか、ゆかいリゾート行った話なさるって言ってたじゃないですか。いや、うん、そうさ、あ、ゆかいリゾート行った行った。え、なんなん自分ばっかり。なってないなってないじゃあや、自分ばっかり。ラ、沖縄みたいなもんかいな。ラってここ、いや、思っちゃった。行ってへんわ。働いてた、働いてた。なんなん自分ばっかりみんなで行こう言ってたのに。ごめんごめんごめん。え、あの、どうやったん？ゆかえり。海を見たくなっちゃって。ごめんごめん。キモーい。キモい、キモい、キモい。磨くだよくあるんだ。海を見たくなっちゃうことが。あの、そういう。南港でも行ったんちゃう？そういう時はゆかえリゾートで行かんといて。なんでよ。一人で行きよ。ゆかえリゾートみんなで行ったの？うん。バスで。うん。あの、他の人もいっぱい。ああ、ほうほうほうよ。でやってよかったよ、ゆかえリゾート。まあ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 。あら、何？いや、まあ分からへんな。わかれへんな。え、あんまりやったの？あのね、すごいテンションで言うてたやん。いいで、いいで、めっちゃいいで。ご飯美味しかった。おうおうおう。ご飯美味しかったし、部屋もまあ綺麗やった。おう、ええやんか、なんなん。何があかんかったやろな。なんか。わかった、ハードル上げすぎじゃん。そうやねん。こっちが。もっと、多分俺ね、そうやねん、そうやねん。もっとすごい何かあるんかなーと思ったんやけど。大げさに話盛りすぎて。所詮宿は宿やなと思った。でも温泉旅行でそんなに大げさな何かあるわけはないよ。いや、だから期待しすぎ。磨くだ期待しすぎちゃった。ちゃう。磨くだ期待しすぎちゃった。お金よ。コストパフォーマンスよ。普通で言ったらあんな1万5千くらいかかるところを7800円でいけるっていうところがすごいんやんか。するかなえ、するよねー一泊するよー一泊したら最低でもやっぱ1万円くらいはかかってきますもんね。いや、もう、そうやで、ほんま1万円って値段が引き下がったよ。いや、もっとする、もっとする。じゃあね、交通費とか入れてやっぱ1万5千から2万円くらい。やっぱ、うん、今日確かにコストパフォーマンスで言うと、それ。まあ、5千にいかんにしても、まあ5千くらいは安いかけど。安いよー。で、もっとしょぼいよ。あ、そう。多分。あの、他で正規で払って行ったら。そうですね。だいぶ時期外していかんとね。うん。どこ行ったん？どこ行ったん？和歌山、白浜。わお！あの、海岸の近く？そう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 。見たくなっちゃった。だから、床屋リゾートで行くのやめえや。難航、難航。呼ばれちゃったから。磨くだ、時々呼ばれちゃうから。海に。海に。で、床屋リゾート行ったん、うん、やめえやエンジョイすんの。そんなんで、温泉もあって。温泉も久しぶりに入った。いいよね。なんか、ぬるぬるして気持ちいいよね。まあ、そうだね。温泉だからね。ね、なんかね。あんまり喜んでない感じ。いや、けどね、今聞いて、喜びがなんか湧き出してきた。愉快リゾートじゃない。人に言われて。宿に一回行ってごらんなさい。すごいから、値段としょぼさが。え、じゃあ、ちょっと今日、さきさんち行こうかな。どういうこと？しょぼ、え？どういうこと？宿、ある種宿かなみたいな。ある種宿が。え、できてんの？え、どういうこと？できてない、できてない。怖いもんだって。
どういうこと？そうやな。やめとき？うちの若旦とかどうかも。ちょっと待って。話がどうかどうかも。ああ、言うて出てうちここにおるから。うちも入れて話に。どういうこと？もう。怖いで。何が怖い？何がついてるの？ほんまにわかる。ほんま。ほんまにわかる。ほんまかんか。うちを消すのやめて。存在してるから。ほんま、さきさんに聞かれたら怖いから。いや、おるおるおる。おるおる。消される。こらー消して、消しても。いや、ほんま。ちょっとだから、うん、和歌山とかね、うん、他の宿ね、正規で取ってごらんなさい。すごいから、処方箋。そうか、ね、うん。確かに高そうやね。かわいいさ。民宿、うん、かホテルかなんか、うん、ホテル川久かなんかいうところはあって、うん、そこの近くの宿を取ったんだけど、うん、そこに行ったわけじゃない、うん、で、その川久って宿が、すごい、あの、ね、あ、川久じゃん。川久。川久が川、あの、川に久しいやんな。そうそう、久しい。あれ、川久か。多分川久ちゃうかな。あれね、知ってる？いや、あの、すごい立派な。そう。あ、立派な。あのね、うん、あの、お城みたいな。ところが一個、なんかもう間違えてるっていう、明らかに間違えてるここにあるのが、みたいなところが。ああ、そうなんや。そうそう。それをずっと見てたね。それはゆかりの。多分けどね、それをね、それが目の前にあったから、ちょっと僕、あそれはなるほど。なるほど。ケンスケじゃない。磨くであっち泊まりたいと思っちゃった。あの、びっくりするぐらいの値段やね。あ、今、見えたもん。嘘、つば。見えたもん。ごめんごめんごめん。ツバが唇についちゃったじゃない、あなた。ちょっと。ちょっともうどうしてくれるの、あなた。奪ったの？ちょっとやめ。完全的に奪ったの？ちょっとやめ。磨くだの唇を。責任取ってくださいよ、あなた。何してんだ、あなた、本当に。もうびっくりしたわ、もう。ちょっと興奮しちゃって、ゆかりリゾートの子。すごいよ、塊が目の前と。どんなマジでバチコーンついたよ、もう。ほんま。酔っ払ってもない人も。もうごめんなさい。体液が。やめてや、ここにあの、グラスもあんねんから。汁がね。汁が。ちょっと。訴えようかな。訴えよう。じゃあ、あの、僕ら承認になります。やめてよ。あかんよ。今お金ないからあかんから、そんな訴えられても俺。お金払えへんよ。今何本やったっけ ?13 万。13万円。もう1ヶ月や。1ヶ月や、もう。だから明日バイト行かな。飯配りよ。飯配り。あ、それはもう受かったんですか？うん、明日、あの、面接やけど。ティッシュ配りに面接とかあんのとか言うのはちょっと、差別発言。だから、そのまま多分いけるよ。まあ、そのままほぼないでしょ。そうですよね。あとほら、スケジュールとか聞かれるんじゃない？ああ。いつ入りますみたいな。聞かれるんじゃないって。明日面接。だから俺、水。ああ、そうです。週二日だけですっていう。じゃあもう、金髪するんですか？これ、売りやんか、俺の。黒髪。あの、真面目ですよっていう。ちょっと嘘ついてる黒髪が売りなんですよ。まあ、だいぶ嘘ついてるけど。偽りのね。正直、時々ここら辺白が来てますもんね。もう真っ白ですけどね。真っ白な？真っ白やで。え、真っ白な？真っ白っていうか、まあ、白くなるよ。やっぱほっといたら。どんどん。え、真っ白？真っ白ではないけど、この辺とかもすごいよ、やっぱり。ああ、もみ、もみあげ。こっちはね、サイドはね、やっぱりくるくるね。くるんですよ。フェイスラインがね、こう。あ、そうなの？くるよね、生え際が。あ、生え際がね、はいはいはい、くるくる。なんてないやろね、あのね。なんやろね、ここはすごいよね。なんてやろ。染めなあかんで、こう。染めるけど。何の話やねん。なんでそれちょっとしんびりするんですか。やっぱりなんかほら、夜と調べにはね、勝てないじゃないですか。いや、でもね、うち昨日ね、はい、オールしてん。すごいよね。朝まで飲んでてね、あれ、うちまだいけるって思った。いけてるのほんまに。いけるなって思った。朝まで？何があって朝まで飲むんですか？そうよね。そう、モチベーションがすごい。モチベーションがすごい。体力より。そんなん、ちょっと飲みに行こうか、で、朝まで飲むことはそうそうないでしょ。いや、こう、話が盛り上がって、ずーっと。あ、話してそんな朝まで。だって、それこそ6時間、7時間、8時間喋り続けるんでしょ？そう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 。もうね、覚えてへん。まあ、そうか。うん。そんな覚えてるもんか？せやで。ずっと飲んでんねんね。飲んでる時に大事な話、
するか？え、何してたん？いや、だから。何してた？飲んで喋ってたん。喋ってたことは、でももう無に、無になってるわけでしょ。ないよ。ないさ。どんなメンバーで飲んでたんですか？まあまあ、仕事仲間の人たちとね、打ち上がって、うえぇ、お疲れさん、みたいな。あ、なんか、あったんだね。あ、そうそう。ほんでも、あ、よう、よう頑張ったね、うん、なんかあれや、一つの家の住人がいなくならせれれたね、みたいなことや。どういうことですか？黒い、黒い、そういうことや。そんなんじゃないから、違う、違う。ようやっと。何が、何が、やっとあそこに道を通せるねとか。ああ、そういうことか。黒い、黒い。この仕事一本で2億やで。いやほら、まさまで。そら様で打ち上げた。あ、そらまで。そら様で。会社、会社。ちゃんと伝わらないの？おめでとう。おめでとう。違うやんか、もう。おめでとう。そうか。まあ、それででも、三家族ぐらいは泣いてるわけやね。違うやん、まだ引っ張るかも。まあ。あれでしょ、上げたり転がしたりする分野の今時ね。バブルやな。違うやん。そんなんやったらもっと、もっと違うやろ。もっと違う感じになるやろ。いやいや、多分なんか一見普通の人を装ってるところが逆に怖い。そう、違う違う、もうで。企業がほら、ブラックやってるだけで。ブラックじゃないからそう、まあ、もう。じゃあね、ご本人にはまだそんな恩恵がないのかもしれない。いや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 。企業がブラックというか、まあ、うちに対してブラックなんじゃなくて、外向きがブラックっていう。そうそうそう、外向きが、うん、外向きがブラック。いや、ちゃんと働いてますよ。で、オールして。オールしてね、うん、もう、朝までずっと喋って飲んでって、いや、元気やな。まだまだいけるな。でも、喋ったこと。いや、もうね、もうね、いや、覚えてないよ、覚えてないさ。はい。だから大事な話されたかどうかも分かれへんけど、覚えてないけども。うん、この組、お前に任せろ。だから、もう、ややこしなってるから、もう。それ忘れたらもう大変や、ね。指、指。指なんやったり。違うもなんかバッチもらっ違うバッチアホかもうなんやねんなんかこう、欠板所みたいな。ほら、ほらもう気合い入りすぎやからもう違うやん杯みたいな、そういう感じ。何の杯やねん。いや、朝まではなかなかもう、なんかね。無理やな。いや、気持ちがついていかへん。もうね、いや、無理やと思ってて。家が、家帰りたいと思う。なるよね。いや、でも、メンバーとか、その時のテンションとかによっては、いけるんやって思う。うち。確認した。うん。うち、いけるんや。うち、いけるんや。な、行きたかったの？いや、なんか盛り上がって、わーっと話して飲んで。仕事仲間。仕事仲間とお疲れっていう。いや、いけんねんなって思う。ちょっと嬉しくなっちゃった。ちょっと自分の体力。あ、いけるわ。うち。いや、これからもどんどん行く感じ。いや、それはもう。どないやねん。なんやねん。そんなもう、そんなやっていこうよ。行けんの分かったんだったら。いや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 、もうそんな。いや、若い時はね、それ、二日も三日もオールしても行けますみたいな感じやったけども、うん、もうね、今日は守りに入るよ。二日も三日もオールしてたの。すごいね。え、それはない。いや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 、10代の時とかやったらもう年でもいいわみたいな感じじゃなかった。10代の時ってあんまりそんな止まったり。あ、そうやな。え、不良？違う違う違う、違う。不良？若い時はっていう話ですよ。若い時。うん。10代の時って知ってる？お酒も飲んだらあかんねんで。知ってるよ。知ってるよ。知ってた？そりゃコーヒーとかお茶で、ファミレスで、ファミレスで、朝まで。なあ、そういう、もう今日はあかんわ。あかんわ。この前もあかんかった。この前もあかんかった。よっしゃ、今日はな、もう脳みそが確定申告でいっぱいでな、ノーガードやって。じゃあ、それはオールのせいやって。オールのせいや。オールのせいや。それでもだいぶ弱ってる。弱ってるところにな、もう一回来ると思わんかったから。何よ、もう一回。もう一回で何も思わないんですけど。いやいや、そうやな。そうよ、あかんのよ。仕事な。仕事？仕事？仕事。
変えようかな。そんな簡単に。転職しはります？変えらねえやろ。今の時代はもうなんか転職してキャリアアップしていくっていうの普通ですからね。キャリアアップ。キャリアアップ。だこれはもっとなんか上位組織の方にね。それ、揉めへんか。ちょっとなんか、揉めへん。一警察で直接なんか、出向くんじゃなくても上から指示を出す方。ちょっと待って、うちが考えてることとみんなが考えてることが違うっていうのが今。ん？どういうこと？いや、一緒やと思うよ。あ、そう。一回入るとかなんでしょ、けどそれ。出て入ると。そうですね。入って出てきたら、ちょっと待って。あ、そういうことか。じゃあしばらく会えようなるね。どこに行かそうとしてる、うちを。な、白つけるみたいな。そうですよね。そういうことですよね。ほら、もうなんか、マッチもないからカチャみたいなこと言われるやつをこうやってポンって出される。お前は男になってこいみたいなこと。ない女やしあ、女やしな。あ、それやらされるのはどっちかって言ったら使い捨ての方ですね。使い捨てとかないかも。もう言う方もちゃうもん。そうか、言う方やもんね。ほら、もう、話、膨らましすぎ、もう。でもこれ以上もうここに言及すると俺らも危ないからさ、もうちょっと斉藤さんの話にはもうちょっと触れんとこ怖いよ。そんな触れてたね今。いや。だオールやろ、オールもどうせやばいことしてたやろ、どうせ。違うよ、やばいことしてた。そんなんドーピングですやん。違う。ドーピングですやん。こらもう、ちゃう話になってます。もうやめてください。もうホームランは。あの、テニスの人誰だっけ？え？シャラポワさん。シャラポワさん。あれ、あれなんなん？あれ、多分もうロシアが組織としてドーピングしてたっていう。え？そうなん？はい。多分ね。ほんまにしてはったん？そうです、そうです。わ、そう。わかってた本人も。ね、本人はわかってなかったって言い張ってますけど、そんなわけはないやろっていう風に、あの、テニス協会の方からは。へぇー。その薬物、がシャラポワさんはその薬物が禁止されてる薬物だとは知らんと使ってたっていうふうに言ってるんですけど、テニス協会の方はいやこの薬物禁止っていうのは直接本人にメールで言ってたりするから少なくても5回ぐらいはそういう警告を直接本人に言ってるから知らんわけはないって言ってるんですよ。でも何ラムネやから食べねでもあのシワするで法律に違反してる薬物ではないんでしょ？法律には違反してない。ただテニスをするときにそれやったらあかんってことやね。そうです。テニスとかそのプロスポーツの世界ではそれを使ったらダメだよっていう。別の競技とかでもさ、例えばなんか漢方薬とか飲んでたらアウトやったみたいなことが、引っかかる人がいたりしたやん、過去。なんかね。ありますね、ありますね。朝鮮人参のお茶飲んでたらアウトやった。そうなの？あったの、あったの。まあなんかあの、そういうね、東洋医学の漢方薬とかって別にそんなね、西洋医学みたいになんかこれこれどうの成分でみたいなのあるじゃないですかね。分かんない。そうね。その成分が入ってたらアウトね。そういうのはね、もうなんかちょっと誰にも責任がないというかね、ちょっと不幸な事故ですけどね。多分シャラポワさんの場合はロシアって美人なんでしょ？べっぴんさんですね。見たことないの？いや、俺もよ疎いからそこら辺がさ。でもさ、べっぴんよ。なんかべっぴんな感じの名前じゃないよね。え？名前ですか？ね、シャラポワって言うから、ちょっとなんか。なんかこう、まあね、なんか。じゃあ、べっぴんさんの名前夢見るシャラポワですよ。意味わかんないですけど。なんで僕が今それを言ったかわかんないですけど。シャラポワ、まあね。シャラポワ。あー、美人やいか。スタイル抜群やいか。じゃモデルとかしてるよね。シャラポワさん。そうやってね。ね、お仕事でモデルとかやってるとか。いや、もう、スター選手やねんから出しときゃええねんと思うけどね。出すってどういうこと？あの、オリンピックとか。ああ、そういう意味？まあでもそうなんだ。まあまあまあ、言ったら悪いですけど、寄せパンダ的なあれはね、当然なりますからね。ああ、そう、うまいことしたやろしねんと思うけどね。まあ、オリンピックかって儲けたんやろ、初戦は結局さ。オリンピックの話で今そうなってんの、シャラポワさん。オリンピックじゃないの？オリンピックっていうか、まあまあ、まあ言うたらもうこれからの競技全般ですね。ね。今までやってたやつが失格になって、剥奪とかいうことがあるかもしれない。そうですね。剥奪までなるかどうかは知らないですけど、とりあえずこれから先の予選も出れない的な。そう。ベピンやからな。出しとったら一緒にベピン上がれやん。まあそりゃそうやけどさ。逆もピョルでそんなもん。ベピン。でもシャラポワっていう名前もちょっと、な、もうちょっと美人な名前にするとか。こだわるね。シャラポワこだわるね、名前変えるとしたら何にしましょうか。何がいいんですか？美人っぽい名前。美人っぽい名前？どんなんやろ。シャラ、
シャラなんちゃう？シャラにこだわらんでいい。シャラなん。シャラなんの方がよっぽど美人っぽくないでしょ。いやわ、シャラなんとか。シャラピン。いやや。シャラピン。シャラポンの方がちょっとなんか中国っぽくなりましたよ。シャラッキー。何でしょ。なんでシャラ、シャラをしたの？いや、だから原型はさ、ちょっと残してみたいのがいいやん。え、それほんならなんかシャラじゃなくて、ポアの方残した方がいいんじゃないですか。ポア？ポア？ポアスキーみたいな。何ポアスキー、それちょっと男っぽいですね。なんかもうめっちゃ、めっちゃ冷え、こんななってそうやん。シャポーとか言うと、もういっそのこと。シャポー。シャポー。俺思いついたんやけど、うん、シャラポワでいい気がする。いや、明らかにそうですよ。最初からそうですよ。シャラポワ最初からそうですよ。シャラポワっていい名前な気がしてきた。そうやね。そう考えたかよ。どう考えたら。あの、周り回って、あ、シャラポワいい。いや、周りでも最初からいい名前ですよ。シャラポワって石鹸があったらすごい泡立ちそうです。ああ、ちょっとなんかいい香りしそうです。いい香りしそう。わかるわかるわかる。それはわかるわ。あなたにシャラポワあげたい。それ何やってるし。全然違う。あ、でも、ぽい。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 シャラポワ。もう一つ。シャラポワ。ぽいぽい。なんでチルシばっかり。ばっかり。なんか出てきたの。シャラポワとかがいいやん。シャラポワ。シャラポワ。シャンプー。泡立ちそうだもん。そうだね。泡立ちそうだもん。そうそう。シャラポワ。言いたいだけやん。ちょっとフランス語発音が。もう一つ、シャラポワ。シャラポワ。いいやないいいね。シャラポワいい名前やん。なんてやねん。名前やん。なんでやん。あんたや言うたん。具材クソや。いや、でもあんだけ、こう、映画を極めたね、シャラポワさんがあんなことになっても大変やで、人生変わりますって、あれ。え、競技にはもう出られへんの？ああ、一応薬の使用をやめた上で、どうなんでしょうね。抜けたらええんちゃうの？いや、そんな簡単な。罰則みたいなのがあるやん。抜けるって、先抜けるとかじゃないやん。さ。あ、それで競技出てはった。全然ずっと今まで出てはるやん。ずっとそれが、単位ない話やから。で、何があれって、スポンサー契約全部打ち切られはったんよ。三つか四つ。なんなルイ・ヴィトンかなんか知らんけど。やっぱりあんなスキャンダルがあればね。それが何十億、何百億やん、スポンサー契約。そうですよ、あのベッキーどころの詐欺じゃないですよ。わーお。ほんとに。もっと何十倍ですよ。いや、すごいよ、それ。世界の一流企業から切られてるわけですよ。そうや。それ何百億だ、それが0円やからなぁ。ね、下手したら賠償金取られるぐらいの勢いちゃう企業イメージをさぁ。いや、ぐらいの勢いだと思います。シャラポワのせいで、お前のせいで、うちの、なんや。もう、途中で考えるのにしんどかった。諦めないで、もう。なんか香水に、いろいろ考えて今、香水に、なんかそういう薬が入ってると思われるやろうとか言うと、まあでもまあ、ピンとけへんなぁと思って。香水にはね。そうや。なんかうちの模様がシャラっぽわーと関係ないなぁとか、いろいろ何十か回ったんやけども、なんか何十か回ったらめんどくさい。回り回ったらな。まあでもスポーツ文化がなんかここ1、2年いろいろ大変ですからね。ありましたな。サッカーもなんかあの FIFA のあの幹部のなんか、なんですか八百長的な。八百長というかあの、賄賂の問題とか。あ、あれあれあれ、あの、オリンピックのスタジアム作ってんのに、あの、聖火台を考えてる。そうやん。すごいよ。聖火台置けないってね。あれさ、もう本当に。ちょっと頭悪すぎますね。叩いたらなあかんと思うで、俺、あれ関係してると。日本の話でしょ、それ。え？日本の話。そうです、そうです。東京次のオリンピックの話。あれみんな責任者叩いたらなあかんと思う。いや、本当に。あれはちょっとひどいですよ。ちゃんと叩いたらなあかんと思う、俺、あれは。あれはちゃんと何らかの罰則受けやんとね。もう、誰も気づかへんかった。しっかりせえ言わな。いや、今回のオリンピックだって最初のなんか建て替えるあのデザインの案がなんかなんやわやわや揉めてき、あれなって、ほんで、なんかロゴのあれもなんかパクリやどうこうって散々なって、じゃないですか。ちょっとなんかケチつきすぎですよ。設計チームはね、いろいろ考えてたんですよ。
で、というか、もともと案を出してほしいっていう時に、その聖火台のプランが入ってなかったんだって。だから、とりあえず建物を考えましょうっていうことになってる。なるほど、なるほど。だから、建物チームは聖火台のことは一応頭には入ってたみたいなんだけど、でも、プランに、その、何、コンペ内にその、必要な要素としては入ってなかった。というか、まずそれを入れとけよとかもあるし、まあ、いろんな演出でやるパターンもあるから、いろいろあるんだろうにしてもさ。最悪もなんかプロジェクションマッピングで燃えてる雰囲気。けどね、多分そういうことだと思うんだけど、どうするんだろうね、あれね。叩いたらあかんと思うけど、コラは。グーで。もう、お前、しかせって、そうですね。国民全員に一人一回ずつ縛かれる。そこまで強くに。ちょっと面倒くさい、並ぶのが。なんかそこまで前提けど、なんかもう、普通の人に、なんか、偉そうなおっさんたちが、なんか、一発ずつ叩かれる映像を流さなあかんと思う。しかせって。じゃあなぁ。いやいや、ひどい話ですよ。巨人のあの野球賭博とかのね。あれ、巨人だけなんかね。いや、全体にあるんじゃないですか。ねえ。ちょっとなんかね、スポーツの嫌な部分ばっかりがこう最近。うまいな。あれはけど何してはったん？俺ごめん。巨人のやつはよう知らんねん。あ、もう普通になんか試合の勝敗で掛け事やっただけですけど。はい。これで、わざと負けたりとかそういうこともしてたの？そこまでは一応やってないって言ってますけどね。でもまあ、賭け事をやってる以上は、そういうことをやってた可能性も否定はできないだろうということで。だってやっぱ意識するんちゃう？ここで。負けにかけたらね、自分チームがね、負けなあかんとは思うわな。そんなことするかね？いやー。なんか負けろって言われるんじゃないの？負けにかけた人。あれって結局その、言う通りにしたら、あの人にもお金が入ってくるっていうことじゃないの？じゃないですか。いや、まあ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 、普通八百長って言ったら、まあその、賭けの胴元なりなんなりが、俺はお前の負けにかけてるから、お前わざと負けろよっていう場合は、その人に多分その謝礼は払うでしょうけど、あの場合は選手が自分でかけとるから。あ、自分でかけてた。まあだから自分の勝ちにかけたかどうかはその辺はわからないですけど、選手の人が賭け事をやってたわけで。ようわからんのは、その、自分のチームも賭けの対象に入ってた。多分そうやと思いますね。まあでも、根本的なことを言うと、法律で賭博は禁止されてますから。賭博っていう行為自体が。ああ、わかるわかるわかる。そんなこと言うなら、もういろんな麻雀してる人、もうどんどん捕まえなあかんことにもなるし。まあ、そうですね。だから、ある程度ね、まあ、緩いところもあっていいんやろうなって気はするんやけどね。だから、例えば、その、自分のチームが関わってたら、その、自分のチームにかけていいとかなってたら、それはちょっとね、うん、確かに、八百長っていう問題はちょっとややこしいからね。うん、そうですね。他のチームにかけてる分なら別に俺、そんなに悪いことしてるのっていう気もしなくもないけど、ね。まあね、なんだろう。俺あっちの方が、青い帽子の方が勝つと思うわ、みたいな。まあでもね、ただでさえね、清原がこの間薬物で捕まったばっかりで、野球関係ちょっと今デリケートなんじゃないですか、そういうところは。いろんな意味で。まあ、金やで金。トトとかも言うたら、まあ、賭博やと思うねんけどな。あ、そうやな。まあ、合法なやつだ。うん。え、さきやまさんとこの会社はそっち関係は？またこっち振るの仕切った人。振らねえわ。え？振らねえわ。何が振らねえわ、もう。ね？仕切ってる方なの。なんてか、違うからさ。野球起爆には関係してる。起爆ってないやねん、もう。何度来るねん、今日は。何や、何度もじゃないよ。何やねん、もう。金に踊らされやがって、みんな。そんな金が欲しいのか。そんな話してない。してないですよ。崎山さん。金、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 金。言うてんのは崎山さんですよ。違うわ。まっとうな仕事をしとんねん、もう。まっとうな仕事をしとんねんと言って、叩くという。この、ノウハウ。ガリタも返すんだ当たり前やろみたいな。なよな。弱なった。言えば言うほど、ああ、
言うたらこういやいや、そんなことないよ。そんなことないけど、だって崎山さんが仕事バイトを紹介してくれへんからやんか。紹介してくれへんから。あんた自分で探そうっちゅう気はないのか。いやいや、だから明日面接行くけど、その前。ティッシュ配りやろ。そうよ、いいやんか、ティッシュ配りは合法やで。ティッシュ配り行ったけど、一時より減りましたよ、ね。減ったよね。あれ何やろね。あれ、でも、そんなに悪いの時給800円とか切れるんじゃない？な、だって、ずっとやろうって思われ。なんか無になれるよね。無になる？無になる？おう。昔やったことないんやけど。あ、やだな。あるある。だから行くのよ。え、無になれる？無になれるよ、こう。修行やんか。何それ。何つうの？あの、まあ、単純作業だからさ、言うたら。でもさ、もう、うん、ああ、って、こう。まあ、それはいちいちムカつくけど。ちゃんと。ティッシュはまだもらってもらえる可能性高いですよ。そうよ、そうよ。普通のビラやったらね。僕も昔なんか英会話教室のビラ配りのバイトやったことありますけど。俺もやってた。やってた。あれはもう、ただのビラはもらってくれる確率が少ない上に、後から捨てられてる率が超高いんですよ。そう。拾わなあかんしな。そうなんですよ。そうやね。そう考えると、ティッシュは、だいぶもらってくれる率高いし、捨てられてることもないし、いいですよ。いいのよ、ティッシュ。なるほど。その、誰とも喋らんでええっていうのがいいの。まあ、喋るよ。無になれる。お願いしますって言うからね。お願いします。お願いしますって。昔でもなんか、ティッシュ配りのなんか、やたらと極めてる職人みたいな人。あ、いたいたいた。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 すごい、すごい。すごい、この感じでした。なんか、こう、この辺、こう、何枚も挟んでる。そう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 。なんか、美学を感じる鬱陶しさがある。あるあるある。いたいたいた。いたいた。手がもう何本にも見える。俺は取らへんで、みたいな。俺はそういう時は。ごめんごめん。それぐらいはできひん。そこまでは極めてないけどね。昔もっといっぱいいたのに。いたよね。そう、昔のね、バンドマンはよく配ってるやついました。茶髪の姉ちゃんやら兄ちゃんやらいっぱいいた。そう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 。ちょっと規制かかってるんかな、もしかして。ティッシュ配りの時はそのバンドの衣装着んでええんちゃうみたいな人とかいっぱいおったよ。黒いなんか、ロードウォーリアーみたいな奴らが。そうそう、ダブルの革ジャン。そうね。だってそのままスタジオ行かはんにもあの人ら。配り終わり終わり。そうやね。花壇のところに、そうそう、ギター置いてたやつ。そうや。そこで、紙袋に入ったティッシュいっぱいとギターが置いてあるやん。あれけど、あれやろ、めっちゃ見られてんねん。あ、そうなの？監視されてるんやろ、あれ確か。あ、でもね、確かに、僕もやってた時、ちょいちょい監視されてたらしいです。後からなんか言われました。石川君ちゃんと配ってるね、って言って。へぇー。言われたりして。されてるらしいね。まあ、そうね、ずるしをもと何もでもできるもんね。できますからね。ここでいついつ配りましたって言っても、なんか、どっか喫茶店とか入っててもね、わかんないですからね、監視されてなかったら。そやわ、そんなの。まあ、だからそんなもやめっちゃお願いするとかどう？めっちゃお願いするよ。100発100中もらう。100発100中もらってもらうために。時間かかるから。もうとりあえず一回やって断られても、いや、そこ、そこ一つ。時間。ちょっとキャッチーなことも言いつつ、今日は一つごめん。すいません。今日は。まあ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 。まあ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 。いやいや。ずっと、とりあえず。いやいや、対象対象。イエーみたいな、一個配ったら。イエーみたいな。で、次。その代わりも、確実にもらえるから、無駄な労力。もう全部、全部。いやいやいやでも今の時代逆にそんなんやったら、ちょっとなんかネットとかで話題になってみんなもらえるわ。ああ。ツイッターとかでこう拡散されて。ほんまやね。どこどこのこのティッシュ配りの人はすごい的な。神とか。ね。そうそう。いやでも、もうお前、もうここ一つすいません。僕男にすると思って。土下座ぐらいの。そうそうそう。そら話題になって。個数が少ない少ないな。いや、多分なんかファンついたらもうなんか一人50個くらいもらっていく人とか。それじゃ企業から怒られるで。すごい。同じ一人だって一泊くらい怒られんよ、もう。いや、それはもうファンやからもう巧妙にバレへんように何回も行き来して。すごい話題の人になるわ。話題の人。時の人になる。時の人になる。ほんま。やろうかな。確かにちょっと話題になりそうな気もしたね。うん、今聞いて。ま、やらないです。別に話題になりたくないもん。あ、そう。うん。全然。話題になりたくないよ。目立ちたくないよ。あ、そう。目立ちた。ちょっと、ないけど。
あっち向いて言って。目立ちたくないよ。誰に目立ちたいんだこれ。これ目立ちたくないよ。うん、そうか。目立ちたくないよ、別に。ちやほやされたくない。ちやほやは。されたいんや。されたいかな。どんな感じでちやほやされたんですか。気持ち悪い。気持ち悪い。気持ち悪いよ。何言うの何それ気持ち悪い。ああ、気持ち悪い。なんか変な。チヤホヤやんか。チヤホヤ。ふわふわしたね、もう。ふわふわした。チヤホヤやんか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 。水ですよ。なんか混ざってるこれ。気持ち悪い。別に何も混ぜてないですよ。ちょ、ドーピングちゃうこれ。シャラポワ。シャラポワ。シャラポワや。白い粉とかサラサラ入れたりしないですよ。シャラポワ。シャラポワ言うだけでしたけど。もうちょっとなんか先の言葉が出てくるやろうと思ったけど。シャラポワ。シャラポワ。なんかもう通じるやろ俺今日。通じるけどね。ずっと聞いてたらさ、わかるでしょうよ。シャラポワよ。シャラポワよ。シャラポワな。いやそんなあれですよ。チヤホヤされたいですか？チヤホヤされたいですね。あれ？チヤホヤされたいですけど、こんな感じには別に、僕はされたくないです。あんなんで寄ってこられたの？そんな、俺後輩にそんな感じで寄ってこられたら、もうこいつ俺をバカにしとんだって思いますもん、素直に。違う違う、だからさ、少ない一人とか二人がそうやってきてもさ、なや、おかしな人やなと思うよ。え、人数もんのそれ。千人ぐらいがみんな、うわー言ってきたらやな、おわ、俺王様かなと。それは、なんとかオブザ・デッドです。怖い、怖い。どう考えても、それは。オブザ・デッドの世界ですよ。すごい、こう、なんて、あがめ立てまつってる感じやんか。みんながこうやってやってんねん。千人が来るよ。でも、あれですよ。わーみたいな。最終的に首筋噛まれますよ、そいつらに。で、一緒にこうやってますよ。ほらほらお前仲間になっちゃう。仲間になっちゃう。下に下がっちゃう。下がっちゃう、下がっちゃう。一緒になっちゃう。そうだね。それは良くない。それは良くないですね。そんなチヤホヤ嫌や。そんなチヤホヤは嫌なの。あ、もうこんな時間で？そうですよ。もうそろそろお時間大丈夫ですか？え？ちょっと。あ、そう。もうね、面接やら。そう、僕は明日面接だから。確定申告もやらないとダメよ。ね。脱で、脱で。違うわ。ちゃんと申告すんねん。脱で。脱で。人聞きの悪い。脱で。怖いわ。怖くない怖くなんかないのしてないもう借りたもんは返すもう、もっともやで。もっとも。正しい。正しい。正しいんだけど。やり方が、ちょっと正しいけど。どういう風に仕立て上げたいの？あんたらは。違う。もう謎が多いからさ、崎山さん。いいやん、謎の多い女で。まあ、なんなんそれ。なんなんええやん。謎の多い女で。なんなんいきなり女で。何その、ちょっと、どっしりした感じで言われても。いや、俺、ええやったらええけどさ、別に。ええやったらいじらしてよ。ええやったらいじらしてよ。あ、いやいや、もう。謎の多い女で。違うね、締めようとしたら広がんねや。締めようとしたら広がる。これは真理かもしれないですね。これは深い話です。ですよ。締めようとしたら広がる。そうそう。なんだそりゃ。もう諦めた時にやってくるみたいな。ああ、そういうことね。そういうことですよ。それあるな。あるでしょ。あるわ。あれどうなってんのあれ。そういうの。そういうのね。あるよ。もう気がないよって思った瞬間やってくるみたいな。あれおかしいな。あ、そういう場合どうしたらいいの？乗る方がいいの？もうそれとももう。でも、乗った時にこうなることなるやん、なるやん、なるやん。それどうしたらいいの？どうするそれはもう女心は聞いた。謎の多い。もう言うてもお時間ですから、1分ぐらいでまとめていただかないと大変ですよ。なんだ。なんでしたんちゃねん、もう。いや、もう、時間がないな、思って。おい、だから閉めようと思ったら、ちゃうように。開くから。閉めようと思ったら。謎の多い音楽か。そうやな。はよ、仕事探しやん。どうして行くって。で、次は、あれですか、自粛割やってんねんってことですか。そうや、だから、現状維持を目指そう。13万を減らさんとこ。
ああ、なるほど、ね。なるほど。ティッシュ配り週2回やね。週2回。13万は絶対減りますよ。だって。ギャラ入るまでにだって1ヶ月はかかるでしょ。ほんで週2回しか働けへんの？働きたくないのよ、週2回以上。あ、だからそれプラス、あとなんか、月に5回ぐらい日払いの仕事行ったんじゃないですか。ああ、なるほどね。日払いのやつに何個か行けば、それ13万減らないんですよ。減らない？はい。じゃあそれ、磨く田さんのとこないの？うち？うん。磨いたもん運ぶとか。あ、けど俺磨く担当やからよ。あ、そう。崎山さんとかええ。なんでやねん。来ていらんわ。けど人数欲しがってる。違う、違う、もう。マンパワーや。マンパワーで。あとは怖い怖い。ほんま怖い。ほんま。敵にしたか。じゃあまた、来ましょうか。そうですね。また来ますわ。ありがとうございます。どうもありがとうございます。今日は水やから、すいません。いえいえ。じゃあ僕だけ、じゃあつけといてください。はい。何やろ。すげえ、これちょっと。ここ水やったら飛ばないねんな。一応チャージだけかかってます。あ、チャージだけかかってます。じゃあ、つけといて。はい。よろしく。ではでは。はーい。おやすみ。